今回はすぐに使える恋愛心理テストです。自分の恋愛タイプを知ってますます恋愛上手になっていきましょう。ぜひ直感に従って答えてみてくださいね。自分の知らなかった自分に出会えるかもしれませんよ。回答時間は10秒です。それでは早速やってみましょう。捨て猫がいたので、あなたは持っていたパンをあげました。すると猫が何か言いたげに鳴きました。どのような意味で鳴いたのでしょうか。 A、 ありがとうございます。 B、 連れて帰ってください。 C、 捨てないでください。 D、 里親に出してください。終了です。この心理テストではあなたの恋愛に対する甘えや執着がわかります。深層心理において捨て猫は相手に対する甘えや執着の表現を意味しています。優しくしてくれる異性や恋人に対してどのような反応を示したかによりあなたの甘えを探ります。 A のありがとうございますを選んだあなたは、相手に合わせていれば嫌われないと思っているのかもしれません。相手好みであろうとすることで自分が捨てられないように振る舞っていませんか。合わせてばかりではあなた自身が疲れてしまいます。時には本音でぶつかって話をすることも大切です。 B の連れて帰ってくださいを選んだあなたは、ノリと勢いに任せていれば自分のペースに相手を巻き込めると思っているのかもしれません。相手が自分の言うことを聞いてくれるのが愛情だと思っていませんか。相手も振り回され続けると怒ってしまいます。相手のことも思いやれるようになるといいですね。 C の捨てないでくださいを選んだあなたは、追いすがれば振り向いてくれると思っているのかもしれませんね。悲劇の主人公を演じるのがうまく、相手の関心を自分に向けることで安心しているようです。演技の必要な場面もあるかもしれませんが、そう何度もうまくはいきません。あなたらしく相手と関わることも大切にするといいかもしれませんね。 D の里親に出してくださいを選んだあなたは、実は一番恋人に執着しているタイプです。彼にあえて冷たくすることで相手の自分に対する気持ちを確認するところがありませんか。そんなことをしなくても素直に気持ちを表現すれば相手も返してくれます。まずは自分から素直になるようにしましょう。